青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。君のせい君のせい君のせいで私、うん、臆病で格好つかない、君のせいだよ。皆さんこんにちは、いやおはようございます、瀬戸あさみです。皆さんこんにちはいいえおはようございます、くぶりかです。はい、この番組はテレビアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないに出演する桜島舞役の瀬戸あさみと、あずさ川楓役の久保ゆりかが作品の情報をお伝えしつつ、絶賛思春期を謳歌している人や理想の思春期を送れなかった人に向けてお届けする青春ラジオ番組です。はい、はいはいはい、12月になっちゃった。んー、なったね。あれ、萌さんの誕生日って12月2日5日じゃなかった？5日、2日、2日だ、2日だった。過ぎとる、過ぎちゃった。でもおめでとう、おめでとうございます。ということで、そんな舞さんのお誕生日を迎えた後のこの配信分ですけれども、うんうんうん、なんと本日もゲストさんいらっしゃってますよ。いやなんか続くね、嬉しいね。続く、そうだよ、全然来てくんねえじゃんかよとか言ってたら急に、うん、急にゲストついて確かに、はい、でも作品のね話的にもさ、はい、なんか来てもらってギャラクターの話聞けた方がね、うん、いい展開になってくるもんね。そうなんですよ。しかも、ま、もうすでになんか発表もされてるんですけど、もう次回のゲストさんも決まってて、うん、種崎の厚美さんですか。双葉亮役の種崎の厚美さんがもう完全にね、お話 は, は, いはい、はい、もうそのお話は終わってるっていうか、うんうん、まあそのリオ編はね、うん、でももうあっちゃんはめっちゃね、はいはいはい、もう青豚に熱い思いを持っていますからね、はい、話聞く楽しみです、はい、でも今日は、はい、スペシャルなはい、ゲストがいらっしゃってますよ。そうですね、うん、そうですよ。だからのどか話をね、そうです、のどか話のどかな気持ちでのどか話をしていきたい。そう、今日もね、今日ものどかにのどかの話をしよう、うん、はいはい、はい、では早速始めていきましょう。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。最後までよろしくお願いします。近づいてよ。この番組は青豚プロジェクトの提供でお送りいたします。おはようございます。テレビアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩を夢見ない、桜島舞役の瀬戸あさみです。朝が岡井役の久保ゆりかです。そしてゲストはこの方。はーい、ダウハーマンの動画役の内田真彩です。えほ朝感出してこう。朝の喉が起きてなくてね、うん、そうそうそう申し訳なさい。喉がこれをシャキシャキって言うタイプがね、先ほど判明しました。シャキシャキしてるんだよね。喉がシャキシャキしておりますね。食べたら美味しいんだけどね、そうだね、喉は嫌だね、喉は嫌だよねぜひみんなも朝に聞いてね、ちょっと、はい、あ、そうだそうだ、もうテンション感を感じてますよね。そう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 、あ、これかって思ってもらえたら、きっと通勤通学でね聞いてくれる方もおるかもしれないです。確かに、うん、はい、それにちょうどいいテンション感でお送りしたいと思います。思います。よろしくお願いします。はい、今回のゲストはまやさんに来ていただいたんですが、うんうんうん、ラジオは初めて。ラジオは初めて、そうなんですね、のラジオでは、うん、イベントで配信されないやつでは ね、うん、でね、そうだ、そうそう、イベントでお邪魔しました、はいはい、電撃祭のステージの方で、うん、そうなんです、うん、その時はねもう本当に何の話もまだできなくて、謎の人物、そうだよね、その時まだしかものどかの収録ってしてなかったっけ、うん、のどかの収録はしてたはず、してたか、でも話せないことしかなかったもんね。そうそうそう、だけどなんかこうまだまだちょっと言えないんでね、うん、他の話しましょうかっていうなんかそういうテンションだった気がするから、基本的に、うん、今日は話せるんだよね、うん、今日はでも最後までは話せないです、ね、真ん中頃まで話せます。あれじゃあでも のどかに何が起きたかはみんな知ってるっていう、そうそうそう、ね、そうなんです、そう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 、うん、なんでね、まずキャラクターについて、うん、あの話していきたいなと思います。まあもうみんな知ってるよね、舞の母親違いの妹で、うん、アイドルグループスイートバレットのメンバーでおしゃれ担当、おしゃれ、これ知らんかった、そうそう、これ知らんかったちょっとね派手めというか、そう、ね、そうそう、金髪でもあるし、ね、確かに舞さんとはねちょっと違う雰囲気の妹ちゃんです ね、でも派手な見た目に似合わず、うん、お嬢様学校に通っていて、
とても強気で負けず嫌い、特技は早着替え。早着替え、そうなんだ、アイドルとしては ね、みんなもだんだん鍛えられていくやつね。そうこれね、そう早着替えあたりはね、早食いもそうだね、そうだね、そうだ、急いで時間がないから当たらなきゃいけないんですけれども、そうなんです。しかも今回の思春期症候群は今までいろんなの見てきたけれども、まあね、彼女たちも大変だから、ダリア瀬戸智也さんも大変だと、そうそう、中の人がこんなに大変かと思った、うん、すごいね、うん、そうで、しかも結構まーちゃんに関してはさ、うんうん、沈黙を破って出てきたじゃん、割とよーし、マイですっていう、起きたらマイだったからね、びっくりしちゃって、もえ、マイ、お姉ちゃんどうしようと思って、もう多分私、うん、その前の回で、うん、テレビの中でちょっと現れて、あの時にはしゃべった時はまだのどかだったから、うん、よしと思ってワクワクしながらこうテレビ出演をしたわけですけれども、うんうん、その後マイさんのこともよく知らないのにのどかをできないままにマイを演じるっていう、そう、本当テレビの中でね、本当一節というか話して、好きなものはマイさんだっていう、マイさんが大好きっていう、うん、でもあの回もさ、マイさんそんなに喋ってなかったよね。そういう回に限ってもういつもあんな喋ってんのに、マイさんそう大体ずっと喋ってるよね、なのにもかかわらず、だからお話ししない回にしかも来ちゃって、そういやもう情報のないまま私は演じたわけなんですけれども、でも大変だったね。いやー確かになんか緊張、私はなんか昔先輩に言われたことがあって、モノマネをするなら思い切りやらないとそれは失礼だって言われた時があって、ちゃんとやんなきゃって思って、でも正直できてるのかできてないのか分かんなくて、どうでしたか？いやすごいなと思って、ちょっとのどか演じられて羨ましい気持ちさや。そうそうそう。いいなーいいなーって。私ののどか。あのオーディションで受けたやつとか思ってちょっとそんな気持ちにはなってたけど、でも私も演じた、はい、その演じたっていうかお手本にしてたマイさんが1話とか2話の時のマイさんだったから、うん、若干ちょっと、うん、トゲがあるんだよね、私演じたマイさんって。そうか、ちょっとツン、そう、もうちょっと柔らかくなってるはずなのよ。サクタと出会ってまだ間もない頃だったから、そうそう、だからあーってこう見続けていくうちにちょっとずつやっぱ柔らかくなってて、あ、これはもうちょっとこうトレースする部分があったなっていうのは正直思いましたけどね。でもね、環境がそういう状況になっちゃったから、うん、ちょっとなんかハリハリしちゃったって、ハリ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 シャキシャキやハリハリの日本語って素晴らしいなって感じる。でもその音でなんとなく伝わってくるよね。ハリハリはしてた、ハリハリしたっていうのはすごくそのマーちゃんのお芝居にぴったりだったんじゃないかなって、個人的には後ろでただ頑張れって思ってた。全然納得してた、思ってたけど絶対私はやりたくないと思った。すごいなって。いやだよね、これはね、試されてる感もあるしさ。いやそうなんだよ。いやでも面白い、ね、なかなかないもんね、ない、ね、でね、まだ 中腹というかまだ結末までは行ってないので、まあしばらくはもうちょっと入れ替わりが楽しめる感じになりますけど、すごいサクタと同じ気持ちだもんね、多分ね。マイさん早く帰ってきてください。サクタずっと確かにイチャイチャしたいって言ってるからね。それどころじゃねえバカって。久保氏がめっちゃサクタに行こう、敵対心を、敵対心が熱い敵対心を感じる。ハリハリしてるの、ハリハリすでにね、そう、取材でもハリハリしてる。ハリハリしてる。隣に座ることが多かったからさ、そうだね、まあ、ないよね、言ってた言ってた。現場に行った時もすごい言ってて、そうかそうなんだね、そうなんだね。でそれに影響を受けて、割と私もそう思った。ハリハリしちゃってるから、やばい、サクタごめんごめんごめん。まあ好みがね、あるといいとこもあってね、ちょっとなんかんっていうとこもあって、全員には好かれないんだよ。そうまだお年頃ですから、最高なマイさんを手に入れたわけだから。そうすごいよ、くじ引きってもう大当たりだよ。そうだよ、一等賞そうだよ、ね、あの二人運命的ですね、出会いがね。よかったよかった、まとまったまとまった。いやそうか、でも話せないことまだね結構多かったりしますから。そう、最後だって9話の終わりってあそこじゃない、あのあれだよ、絶対絶対に開けないでねっていう、あの壮絶な振りをした気がするんだけど、ね、そうだよ、うん、もうあんな開けるよ。開けなきゃ物語進まないよね、うん、すごいよ、壮大だった、あれは、うん、よくやった、うん、
そう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 、お仕事とかもね2人入れ替わったってことは、うん、2人とも芸能人で学校生活もあるけど、うん、仕事もしてるからそれさえもお互いのことをやらなきゃいけないってことでしょ。そのやむやだな、うん、恐ろしくない。何もわかんないんだよ、うん、だって知らない人の曲急にその人になりきってやれって言われたらもう怖すぎる。怖すぎる。まあお互い芸能人っていうので、うん、ある程度その知識というか、うんうん、なんかあるだろうけど、やっぱその例えばあるアイドル活動してたり、うん、女優さんだってって仕事がやっぱ違う。色がちょっとね。うん。絶対私今マヤさんと入れ替わったら何もできない。年始に向けて何もできない。私は。あんな大きなね。あんな大きなことに行くことしかできない。そうだね。わーって。でチケットを買って席に座ることしかできないよ私には。むしろチケットももう買えないじゃない。そんなもん。いやでもさ、これって本当に人間が変わるってそういうことだよねっていうのがもう分かっちゃって、うんうん、怖かった、うん、怖かった。でまあ舞さんはちょっとまあそつなくじゃないけれど、うん、こなしていたけど、いやまあ普通だと思う、普通だと思うけど喉かは大変だった、うん、過呼吸になってしまい、うん、そうだよね。それをどうでしたって聞きたいんですけど、そのお芝居やったのも瀬戸だった。そうなの。これが難しいところでね、うん、なんだったらからそう見守ってたって感じ、うん、のどかを、うん、のどかはのどかを見守ってました、うん、のどか舞だっけ、舞のどかのどか舞と呼ばれていた、ね、そうそう台本ね、台本にずっと台本、ね、台本これ最初書いてあって、もしこれがチェックしてたんですけど、うん、逆だったらどうしようって思いました。現場に行ってこれ逆ですって言われた時にどうしようってちょっと焦ったり確かにしました。いや、うん、でもね、なんか本当だから どうのどかどうだった、演じてみてやってみて。でも途中でなんだろうな、本当良くないなと思ったけど、自分のちょっとやりやすい方になんか寄せちゃいそうな時があって、いかんいかんと思って注意してたかも。あ、自分が演じるならこうしちゃうかもっていうのが出てきちゃって途中で、感情の流れってねやっぱね、人だからね。しかもずっと舞さんはあの現場でさ、あの場所のあの隣には作田がいる状況とかでやっててさ、突然やっぱ態度が変わるのめっちゃむずいよね。舞さんのことすごく見たかも。あ、私ただでさえ舞さんに興味があったんですけど、うん、興味があったの。そうなんです。ほんと、はい、あ、なんか上から目線じゃないんですけど、嬉しい、興味があったので、うん、なんかすごい観察しちゃいました。そう、でも本当になんか私もすごいこうどうやってんだろうな、瀬戸ちゃんどうやってんだろうなって見るわけでも、この辺の目の端の方ですごいドキドキしながらこうスッてこう見るっていうのを、お互いをちょっと意識してね、そうそうそう、お互いちょっと、まあ、席はちょびっとだけ離れて、なので、いや綺麗だなって、どんなそんなこっちやめろ。いろんな情報ね、そう、なんか綺麗で大人っぽいのに、うん、なんか喋り方が、うん、なんだろう、少女的というか、なんだろう、どういうこと、少女的、少女的、少女的。え、だって可愛いツボなんだよ。嘘、可愛い、可愛いじゃないですか。お、少女的だよ。そう、やめろ、少女的、やめろ、お前はそのすぐ笑いながらすごい好きだからもう可愛いと思って、わかるわかる、ギャップがあるよね。ます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 ツイッター見ちゃうみたいな。確かに確かに、もっと写真載せて、もっと、もっと自撮りを載せてってなる。動画も載せて見られてるってなってました。そうそう、私は危険な場所だ、ね、いろんな目線で見れるよね、うん、いろんな目線で見れるよね。るのかまとめ見ることができる。いやでもそんな感じであまりこう進んでね、毎回、うん、なんか大変なとこもありましたけれども、楽しんで、ね、こうなんか挑戦した部分もあるかなと。なので後半もね、見逃さないでほしいですね。はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。ではでは、ここから番組に届いているメール紹介していきましょう。はい、はい、ペンネーム大餅さんからいただきました。ありがとうございます。瀬戸あさみさん、久保ゆりかさん、ゲストの内田真弥さん、こんにちは。こんにちは。アブタ毎週楽しみに見ています。まえちゃん演じるのどかちゃん、8話でテレビの中のアイドルとしてチラッと出ていましたね、うん、不可思議のカルテにカップリングとして収録されているベイビーも、披露されていました、うん、
ベイビーめちゃめちゃ好きなんです、うん、キュートなガールズロックかっこかわいい、9話はのどかちゃん担当回でした。メールを書いている時点ではまだ予告映像の段階なのでどんな物語なのかワクワクしています。まーちゃんが演じるギャルキャラギャルキャラギャルキャラ大好きなので待ちわびてましたもらい、そうのどかちゃんの話たっぷり聞かせてくださいということで、なんか多分女の子っぽい女の子のふりをしたおじさんだと思う。男だと思います彼は、ね、はい、うん、ギャルキャラ、そうギャルキャラ見たかったよね多分。そっか、ギャルキャラが多いんですか。ギャルキャラっていうかこうちょっとツンツンした言ってしまえばこうツンデレっぽいキャラクターで、なんなのみたいなこうトゲがある人、あ言われたいもんな、言われたい、なんかすごいっていうやつぴったりなのに嫌な気分がしない、うん、なんだろうすごい確かに。ああ基本なんか、ね、イラッとした感じの声でさえもなんか聞きたくなる、うん、聞きたくなるなんかそのはぁってはぁって言われたいもん、うん、それを着信音にしたい。どうやどう変態やそいつはすごく変態本当欲しい本音欲しい欲しいどんなもうそれはド M だよもうそうそこそっか欲しがっちゃっただけなんだけど、そう、うん、確かにね、でものどかはその曲やってるアイドルの時は割と可愛めでやってて、曲の時はベイビーなんかめっちゃ歌ね、うん、アイドルチックだった。人にも言われた、なんかインタビューとか受けてる時に、うんうんうん、めちゃめちゃアイドルでしたねって言われて、うんうん、のどかっていつもそんな態度悪いんかと思ってそれでちょっとびっくりもしたんだけど、だからその、おしゃれ担当なところはおそらくそのスイートバレットの曲で聴けると思います。うん、うん、レコーディングの方がだって先だったですもん ね、 ね、そうだわ、そうだよ、だからオーディションキャラだったのもあって、うんうん、演じてなかったから、うんうん、今回からだったからね、うん、でそれもあってどうしようと思ったけど、うん、しかもその歌でおしゃれというかアイドルっぽい部分が出てたってことは、うん、ちょっと普段の、ね、仕事オフモードののどかとはまた違っただろうから、うんうん、そうだよね。だからその8話のさテレビの中のアイドルとしてっていうやつで映った時は、うん、もう完全にアイドルだったもんね。アイドルにしてたね、うん、そうだから実はこう、うん、は腹黒いじゃないけど、うん、そういう感じかなと思ったら、うん、なんか腹黒さじゃない、なんか純粋になんか素直な子だったなって、うん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 、そうだよね、うん、アイドルの時頑張ってるって感じだよね、うんうん、なんとかなんとかやりたいっていう気持ちがある、うん、お母さんみたいな、そうお母さんとのね関係性というか、そうね、うんうんうん、ちっちゃい時からその芸能系のことしてると結果ね、うん、ご両親がさせようとしてやったのか本人がやりたくてやったのかとかみたいな、ね、いろいろね、うん、そこもねちょっとなんかリアルだなと思いました、そこに関して、うん、青田リアルよね、うん、後半になるとねそのお母さんとの話もね、うんうん、見えてくるかなと思うので、はい、楽しみにしててください。ないです。では次、将来はサンタクロースさんからいただきました。ありがとうございます。瀬戸さん、久保さん、内田さん、こんばんは。こんばんは。少し早いですが、自分はサンタさんになって、うん、人々に青豚の良さを伝えて回りたいくらいに青豚が大好きです。ありがとうございます。サンタじゃなくてもできるけどね。いるよ。確かにね。はい、気をつけてください。さて、本題ですが、作中、本題じゃなかったんかい、ね、サンタクロース作中では舞さんは女優、うん、のどかさんはアイドルと2人とも人前で演じたり披露したりする仕事についていますが、皆さんは声優としてさまざまな役に声を当てる仕事をしている中で、うん、こういう仕事もやってみたいなと思ったことはありますか。お答えいただけたら嬉しいです。これからも応援しています。うーん、確かに今まあ、声優業界はこう取材も、取材はまあ昔からあるのかな、写真を撮られたりだとか、今回の作品みたいに作品の中に歌があったりとか、エンディングをこう歌わせてもらったりとか機会はあるけれど、なんかやりたい仕事ってありますか。仕事マルチだもんね今、うん、声優としての仕事として、声優というかこの業界じゃなくてもやっても、うん、うんうんうん、ずっとなくてさ、私小学生の時とかって夢みたいなのあるじゃん、うんうん、でなんか私卒業する時に、小学校卒業の時にどうしても出てこなくて、すごい無難なやつにしようと思ったの、うんうん、もまあ、何も叶わなくても何もいいやと思ってて、隣の家のお姉さんがやってたなんか獣医って言って
やってたんだ。10位になりたいですって卒業式で言った記憶があるんだけど、そう夢めっちゃありそうに聞こえる。すごい夢、病院の人みたいな、うん、今思えばすごいこと言ったなと思って。確かに、そうならない道になってしまってはいるけどね、うんうんうん、そんなことはありました昔。動物がでも好きなんですか。いやそんなことはなかったはず。犬がね、おじいちゃん家にいたんだけど、おじいおばあちゃん家に、うん、怖くて触れなかったぐらいだから、うん、でもなんか、なんかこう人にこう褒められて、うん、何もこう当たり障りのない職業と思って、うんうん、10位ですとか言って、10位になりたいですとか言って、確かに卒業式で宣誓する場面ありますよね。ある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 。あと将来の夢をわって言ってからステージに上がるみたいな。何それ、そ将来は何になりたい、みたいに言って、関東の人みんなそんな、関東の人、関東国民、そう、向こうではなかった、関西ではなかった、関西だから私なかった、あってこいの、何、シャバシですっつってもらいに行くってこと、何それ、卒業すぎな、そう、何それ、夢を言って、笑っちゃうんだけど全部に、全部に、なんで笑っちゃう、全部に、何言ってんのって思っちゃう、へえ、面白いね、うん、でもどんな夢もなんか。どうだな、みんななんて言ってただろう夢。いやでも夢、ね、そう考えると声優って仕事ってある意味全部叶えられるっちゃ叶えられるよね、うん、そう上位の役もさ、うん、あ役でできるよ、うん、そう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 、なんかドクターコトーみたいな、そう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 ピンポイント、そうだね、上位ではないけど確かに医者ね、医者ね、コトーの医者かな、コトー先生は上位じゃない、上位じゃない、自転車乗ってる目で私10位かなって思ってた、なんで自転車、あ違うのか、偏った今偏ったイメージ、そうだよね、なるほど、はい、ね、何でも捨てやろうって、なんか本当スケジュールも自分で、まあ、組んでる、フリーでやってる人とか自分で組めたりとかするし、なんだろうな、本当声優業だけじゃない人って多い気がする。趣味を仕事にしてる方とかもいらっしゃるし、ご自身でイベントを開催されてたりとか、ね、幅広いよね仕事は。そういう意味ではすごく夢のある仕事だなって、うん、改めて思いますね。はい、じゃあ続きまして、ペンネームホタテマヨさんからいただきました、ありがとうございます。僕は峰ヶ原高校のモデルとなった七里ヶ浜高校に通っていて、現在サクタと同じ、サクタの田が田んぼの田になっちゃってる、サクタになっちゃってる、サクタと同じ2年1組の生徒です。え、すごい、高校に入ってから青豚の存在を知って2年1組になった時は、うんうん、あ、これは運命かなって思いました。運命だよ、すごい、前置きが長くなりましたが質問です、うん、皆さんは舞台となった藤沢鎌倉を訪れたことはありますか、よければ印象に残った場所とか教えてくださいって。ある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 ね、うん、イベントでも上映しました、一瞬だけどね、そうそう、外出なかったからね確かに行く時間の方がかかったって滞在時間よりね、そう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 、土曜日の横浜新道はダメやっとるよちゃんと、うん、そっか、好きなところとかありますか、うん、富士山、うん、あの、あさみは関西住んでんのか、あさみは好き、ファンの皆さんすいません、好きをいただきました、ありがとうございます。そして、うん、なんだっけな、あの、うん、アジサイ、アジサイ色の変わるさ、あの紫色ぐらいのアジサイか、そう、アジサイが色が変わる、色なんか青とか紫のアジサイ寺みたいなのが鎌倉にあったと思うんだけど、それがすごい好きで、素敵、アジサイ好きとしては、あ、そうかも、すごい、あの道がもう調べたらね、うんうん、出てくると思う、綺麗にアジサイに囲まれてて、しかも多分決まったシーズンしか多分行けないよね、そうだね、6月とかぐらいだね、6月、あ、そう、長谷寺、じゃあ今聞いて、じゃあ来年のね一番いい時期の皆さんにね、その時期ぜひ行ってほしい、今はきっと何もないから、うん、まあまあその寺の、あ、何もじゃない、寺の紫陽花がない、うん、寺はある、寺はある、寺はある、寺はしっかりとそこにある、そうそうなんか、え、行ったこと、私は割と行く、なんか、藤沢、え、江ノ島は藤沢じゃない、江ノ島もそうじゃない、その辺りはよく行く、車で行くのも好きだし、うん、電車で行くのも好きだし、しらす丼が大好きすぎて、わかる、おいしい、おいしいよ、絶対もう行くと毎回同じお店行きます、
あ、もう沖にがあるんだ。沖にがあって、うん、江ノ島で遡ってる道中で、うん、もうここって決めたとこにしかいつも入らない、あ、しらす食べたいな。生しらすが、美味しいよね。釜揚げももちろん好きなんですけど、いや、生のね、生しらすがたまらない。 もっと山盛りにしてくれって思う。確かに、うん、生しらすあそこでしか基本食べないもんね。なんかイメージだけど、うん、都内とかであんまりジャコ出してくるイメージあるもんね。あ、ジャコ、もう釜揚げを超えてジャコ、ジャコ出されちゃう。あの生しらすより大きい、あの生で出てくるシラウオ、なんかシラスよりちょっと大きいあいつが出てきた時ちょっとびっくりする。あのやっぱりシラスのサイズって、うん、あの人が怯えずに食べれる魚のサイズだけど、ね、シラウオになると、うん、そう、魚だなって気がしちゃって、あのびっくりしちゃう。確かに魚感がすごいよね、うん、そうね、それを大量に食べるってなんかちょっとあれだよね。でもシラスはほほど食べれる。へー、あー、食べたい。生姜乗せて、お醤油かけて、うん、でね、ビールなんかね、車じゃなかったらビールなんかをね、いいね、クイクイクイと。確かに食べ物がやっぱ美味しいっていうイメージはすごくイメージある、うん、皆さんにもあるんじゃないかなと思いますけれども、うん、はい、ということでぜひ皆さんも藤沢鎌倉の方にね遊びに行ってみてください、うん、たくさんのメールありがとうございました。引き続きアニメの感想や私たち宛てのメッセージお待ちしております。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。では続いてのコーナーに参りましょう。お留守番中の暇つぶし。常に家でお留守番をして引きこもっているのが私演じるあずさ川楓ちゃんです。そこでこのコーナーではそんなお留守番中にもできるゲーム案や暇つぶし方法を送ってもらいますよということで、まあ、私一人じゃないの、まあ、いや、わかんないから、わかんないから、私一人やるんじゃない。いいから、いいから、今回の暇つぶし紹介しますよ。はい、ラジオネーム、アレアンさんからいただきました。ありがとうございます。あぶたの皆さん、こんにちは。こんにちは。この番組はしりとりを、この番組はしりとりをよくやっていますが、今回僕が提案したいしりとりは、しりとり、英語ゲーム、しりとりじゃん、しりとりやん、しりとりやんか、しりとりやん、しりとりはって、英語ゲームです。英語ゲーム、何それ知らん、由来は知りませんが、ルールはお題として英語が出題された場合、こから始まる言葉を永遠に続けて最初に詰まった人が負けというゲームです。この場合はですね、しりとりじゃねえ、英語、英語、英語、コンドルというリズムを取りながら言う。別に合ってなくてもいいんでしょ、リズムに。いいんだって。トリコ、いいんだ、トリコ、トリコンドル、オッケーオッケー、いいんだよ、トリコでも、トリコ、トリコも絶対来ないと思いますけれども。お題は何でもいいってことか。そうそう、あ、なるほどね、出される、エコじゃなくてもいいんだ、うん、そうそう、お題は多分出されるらしくて、で、それに対してだから、例えばまあやで来る可能性もあるから、なるほど、ね、まあや、まあやで、うん、にゃんにゃんってやるっていう、ね、そのリズムね。それが止まっちゃったらそこで負けて、また違うお題になるっていうことだと思いますが、まあまあまあ、しりとりらしいしりとりじゃないんで許してください。はい、はい、ということで、じゃあ早速やってみましょうかね。はい、順番は、瀬戸ちゃん、私、まーちゃんっていう順番でいきたいと思いますよ。決まってる。最初のお題こちら、のどか。のどか、いやー、青豚らしいですね。だから、かから始まる言葉ですね、うん、いっぱいありそう、かだったら、かは来そうだよ。うん、わかりました、いこう、か、リズミカルにね、ね、リズミカルね、皆さん準備はよろしいか、はい、OK、せーの、のどか、のどか、のどかめ、のどか、のどか、のどかゆみ、のどか、のどか、のどかいがん、あー、いい、のどか、のどか、のどかいがら、のどか、のどか、のどかもめ、のどか、のどか、のどか、からカラー、カラスミ。なんかカモメを意識してた。嘘、カモメがアプローチしようとしてた。カモメにすぐ帰る人にカモメアプローチされた。カモメがかぶった。カモメかぶりしちゃった。カモメかぶりしちゃった。喉しかねえと思ったもんね。喉カモメがすごい。もう一個、一個、次のお題。はい、アサミ。アサミだ。
浅見出た。浅見浅見もう私はね基本瀬戸ちゃんって言われる人生なので浅見って呼ばれる機会少ないんで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。浅さん喜んでます。今年分の浅見をじゃあ続けよう。続ける。続かなかったらもう。そうだそうだよ、いっぱい続けなきゃいけないんだよ。そうだね。うん、私かな。はい、いくよ。じゃあまーちゃんからね。せーの、浅見浅見浅水浅見浅見浅見なみ浅見浅見浅みんな浅見浅見浅みに浅見浅見浅みみず浅見浅見浅みんき浅見浅見浅みか浅見浅見浅みみずく浅見浅見浅みっぷーみっぷーって誰やねん。あ、みっぷーすごい、どうしよう、ミッキーの中のみっぷーかと思った楽しい。あ、もうちょっとちゃんとちゃんとにした言えた自信を持って言えば OK だったかも。みっぽーみっぷーみっぽー浅見っぷーっていうキャラクターのみっぽーが出てきちゃった。すごい、浅見感がお気に入りです。浅見感が浅見感、ね、浅見感お気に入りなんで、はい、あともう一個あるのかな。のだい、はい、かえで手でも OK で、そんな優しさ使ってるんですか。でじゃあ確かにでね、はい、でも OK なかえで、はい、かえでね。じゃあ次は誰からやる。かぼしから。そうね、いきます。はい、せーの、かえでかえでかえ電車かえでかえでかえ電池かえでかえでかえデコ携帯かえでかえでかえ電電虫かえでかえでかえ出川かえでかえ手のひらかえでかえでかえてるもんてるもんてるもんとはてるめちゃったないかなミップとテルモン、テルモンとはなんか全部4回の中にテルモン、テルモン難しかった、ね、はい、じゃあ負けとか特にないんで終わりです。終わりです。はい、楽しかったです。ということで以上、お留守番中の暇つぶしでした。青春バニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。ではここで青豚、略しちゃったよ、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないからお知らせです、はい、まずは放送情報。東京 MX 群馬テレビ、栃木テレビ、 BS11 では毎週土曜23時30分から、 ABC テレビでは毎週水曜26時20分から、メーテルでは毎週土曜26時44分から、 ATX では毎週月曜21時からそれぞれ放送中です。ぜひ見てね。はい、続いてブルーレイ&DVD 情報です。青豚のブルーレイ&DVD 第1巻が12月19日水曜日に発売決定。完全生産限定版には原作鴨志田はじめ先生による書き下ろし小説や、エンディング主題歌不可思議のカルテの桜島舞ソロバージョンとオリジナルボイスが収録された特典 CD など豪華。あ、撮った、ちゃんと撮りました。こちらちゃんと撮った豪華特典が封入されますよ。さらに2月9日土曜日に開催されるスペシャルイベントのチケット優先販売申し込み券の封入も決定です、うん、石川海人さん、瀬戸あさみさん、はい、私久保ゆりか、富山奈央さん、内田真彩さん、水瀬いのりさんが出演する豪華なイベントとなる予定です。予約してください。よろしくお願いします。続いて音楽情報です、はい、ザ・ペギーズが歌うオープニングテーマ君のせい、ヒロインたちが歌うエンディングテーマ不可思議のカルテは現在発売中です、ね、どちらもチェックしてください。さらにフォックスキャプチャープランによる青豚のオリジナルサウンドトラック CD も現在発売中です。こちらもよろしくお願いいたします。続きまして、2019年に劇場上映が決定した青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないのお知らせです、うん、現在劇場前売り券とアクリルチャームのセットがアニプレックス公式通販サイトアニプレックスプラスにて期間限定で受注中ですので、ぜひグッズセットを手に入れて劇場に足を運んでみてください。はい、
最後に原作情報です。青春豚野郎シリーズは累計100万部を突破、うん、おめでたい、おめでとうございます。電撃文庫から刊行中の原作小説は第9弾青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないが発売中。現在書店ではアニメ化を記念した期間限定カバーの原作小説シリーズ第1弾から第8弾が販売中です。加えてですね、コミックスの青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないは第2巻まで発売中。そして12月10日月曜日には青春豚野郎はプチデビル後輩の夢を見ないの第2巻も発売になります、うん、さらに12月10日月曜発売の電撃文豪さらに12月10日月曜日発売の電撃文庫マガジン2019年1月号では表紙&関東特集で青豚を大フィーチャーしていますのでぜひチェックしてください。はい、以上青春豚野郎バニーガール先輩の夢を見ないからのお知らせでした。お送りしてきました、まただ青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたいエンディングの時間になりました。はい、番組ではリスナーの皆さんからアニメの感想、私たちへの質問、そして各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております。危険思春期症候群発症間近にはあなたのお悩みを、青春豚リスナーの本当の青春にはリアルな思春期エピソードを、お留守番中の暇つぶしにはお留守番している間にできそうなゲーム案をそれぞれ募集しております。しりとり以外を待ってるよ。メールアドレスはすべて小文字で青豚アットマーク温泉ドット AG、 青豚の綴りは2回読んだった、青豚アットマーク温泉ドット AG、 青豚アットマーク温泉ドット AG、 青豚の綴りは AOBUTA です。おい、またこの番組は各週水曜日更新配信ですので、次回は12月19日に配信されますよ、うん、そしてこちらの回にはですね、双葉両役の種崎あつみさんがゲストでいらっしゃいます、うん、お便りくださいね、いらっしゃいますよ、 お楽しみにということで本日の放送いかがでしたでしょうか。いかがでしたか、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかった、すごい楽しかった、自由だった。今日はなんかいろんなキャラクターに会えてすごい嬉しかった。そうだね、じゃあみんな集まれ、ミップ、テルモン、ブンド。あー揃っちゃった。私テルモ、じゃあテルモ、テルモ役する、テルモ、ミップ、私ブンド。文豪、文豪、私文豪がいい、だって呼びづらいもん、文豪って文豪、文豪絶対人気出るね、文豪、ね、文豪っつっていじられるよ、多分文豪絶対茶色い、文豪茶色そうだよね、なんかそうだよね、多分かっこいいな、ね、ちょっと凛々しい眉毛してそうだよね。全然話が逸れちゃったね。楽しかった、すごく、うん、よかったです。よかった。でもなんかちゃんとさ、そののどかな話できたの初めてじゃない？そうなのよ、確かに。そうだ、だからこれ、ね、ぜひ次の週の放送も、うん、のどかここで完結しますから、はい、ぜひ見てほしい。はい、うん、改めてね、見てまた感想なんかも送ってくれたら嬉しいです、はい、うん、ぜひ思います。はい、それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は桜島舞役の瀬戸あさみと、あずさ川楓役の久保ゆりかと、そしてゲストの豊浜のどか役の内田真彩でした。バイバイ。バイ。この番組は青豚プロジェクトの提供でお送りいたしました。